こんばんは。こんばんは。静岡妖刀代表、はい、杉山さんでいらっしゃいますね。はい、今度7月7日、はい、裾野市で、はい、大塚貢先生をお呼びしたイベント、講演会、はいはい、企画されたということで、はい、木村雅子先生もお呼びになられて、はい、そうなんです。ということですね。はい、まあ、この講演会に向けての思いというものをちょっと語っていただけませんか。はい、自分たち妖刀もここで4年なんですね。発足しまして、その中を通じていろんな職の中元気になることをいろんなやってきたんですが、うん、今回大塚先生の給食で死ぬという画期的な本、うん、こちらを読んだ時にやはり教育弁現場からこのように子どもを更生させて、うん、良いものを食べることによって環境を変えたらこんなにも違くなってくるのかと目の当たりにしました、うん、今まで言葉の強さ、ものを雅子さん、木村雅子さんから学んできた中で、うん、いやまさにそれを裏付けるものがこの大塚先生の持ってる、うん、一つの信念かなっていうものをすごい感じまして、うん、もしこの二人のコラボができて、うん、または大塚先生のご紹介ができて、うん、少しでもこの東部ですね、静岡の、うん、こちらの方でこう何かに気づいてもらえる、うん、その意思がこうなんか自分の中で湧いてきまして、はい、今回大塚先生、木村雅子さん、ご両者の中で、初心先輩方の、お力を借りてこの講演を企画させてもらいまして、実行する人を、まあ、努力しております。何卒7月7日を楽しみに、していただければ幸いかと思います。以上が私の思いでございます。ありがとうございます。